さあ、エブンポの時間がやってまいりました。本日1008番目でございます。さあ、差を示す前置詞に関して今日はやってみたいと思います。では早速例文一つ目ご覧になっていただきますと、 I am younger than he、 私は彼よりも若い。じゃあどれぐらい若いんですかっていうと、 10 years、 なんか10歳ぐらい若いんですよ。で、言い方を変えると、私と彼の年齢の差を表しているんですね。年齢差が10歳。じゃあその差を示す前置詞何ですかと言われたら、by ですね。これ皆さんご存知の方かなりいらっしゃるんじゃないかって感じがします。ですから I am younger than he、by 10 years ということで、10歳若いですよ、10歳の年の差があるんですねということです。ただし倍をですね、さとしか言えないとちょっと応用が効かなさそうですので、皆さん確信ちょっと後で考えてみたいと思います。皆さん例文2つ目ご覧になっていただけますと嬉しいかと思いますが、スタンドバイミー、皆さんスタンドバイ熟語でどんな意味でしたか。私のスタンドバイ、味方だ、もしくは私の力になってくれるのが皆さんスタンドバイですね。じゃあこの場合は一体何なのか、差ですか、いまいちなんですね。ですからやはり差では少し限界がございますので、皆さん倍と言われたら一般的にこういう感じで捉えていただけると嬉しいんじゃないかなという感じがいたします。近接、簡単に言うと近いということです。ですからスタンドバイミー、当然皆さんの近く、まあ、隣でいいかと思いますが、皆さんの近くに支えてくれる人がいる、支えてくれる人が立ってくれてる様子、そのイメージをしていただきますと、皆さんの味方、皆さんの力になってくれるために近くに立ってくれてるんですね。そういうふうに皆さんイメージしていただけるといいかと思います。そして、もう一つ熟語、噛む場合ですね。皆さん、噛む場合、イコールゲット、得るという意味の表現なんですが、なんで噛む場合が得る、ゲットになるのかというと、皆さん、噛むと場合、そのまま直訳していただけるといいかと思います。場合は、今お伝えしている通り、近接、近く。で、噛むはやってくるんですね。ですから、皆さん見えますでしょうか、オレンジペンのこうキャップでございます。このキャップを今から近くを上に投げます。で、上に投げたら当然、私の近くにこう、やってくるんですね。ですから、こういう感じで近くにやってくれたら、やってきてくれたら、手に入れることができません。そういうイメージを持っていただきますと、噛むバイイコール、手に入れる。ゲットとイコールというふうに考えていただけるといいかと思います。でも、バイトレイン、電車で行きますみたいな、交通手段を示すときに皆さん、バイ使いますね。もちろん、バイバスとか、バイタクシーとか。交通手段を表すときって、なんか近接つながりますかね、というふうに考える方いらっしゃるかと思います。でも皆さん、イメージしてください。皆さん、電車のホームで皆さんが待ってる。乗客、これから乗ろうとしている人たちが待っている様子ですね。それを皆さん考えていただきますと、いけそうですね。電車は皆さん、乗客の方に近づいてきてくれるから乗車できるんですよね。ですから、バイトレイン、電車でどこそこ行きます。バイバス、バスでどこそこに行きます。と言われたら、絶対に皆さんに乗客に近づいてきてくれないと乗れないはずです。ですから、交通手段を表すときにも、バイがつくんですね。そして、この皆さんイメージしてくださいね。電車が向こうからやってきました。ああ見える。あと100メーターでなんか近、到着するな。50メートルだ。ああ、もうあと10メートルだ。そうです。この近づいてきてくれる様子は、こういう風にも言い換えることができますね。そうです。乗客である皆さんと電車との差ですよね。距離があと100メーター、50メーター、10メーター、差が10メーターということです。
ですからそういうふうに皆さん考えていただきますと、近接近いという確信がさあというところにもつながっていくんですね。ですから初めの何でしょうね、第一義としてさというふうに押さえてしまうと応用効かないんですが、近接近づくということを第一義に捉えていただきますと、いろんなところに応用が効きますので、派生する、そして、学びもかなり防いでくれるんじゃないかという感じがいたします。でもちろん相変わらずこれですね、赤シートで隠してすらすら見える、これもさ徹底していただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では皆さん、次回選9番比較続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。